お金が貯まった。で、半年も経たず1000万近く貯まりました。35歳になり、独身彼氏なし、仕事も不安定、これはやばいってなって、まずはマインドマップを書いて引き寄せやすくしました。結婚して子供を産む、車はどこどこのやつ、自分の年収はいくら、かなり具体的に。その後36で出会い、37で結婚、38で出産。何も言ってないのに夫が見つけてきた車は願っていたメーカーのもの。今は主婦業だけなので年収はないけど、年収もいつか叶うはずです。今も時々そのマインドマップを頭の中で思い出してます。引き寄せの法則を実践されている方々に教えていただきたいのですが、どうしても許せない相手への感情はどのように処理されていますか？自分にはどうしても許せない相手がいて、相手の勝手な感情、対抗心と嫉妬心だけで散々いびられた、そんなやつのことなんか忘れて、自分のことをポジティブに考えようと思っても、ふとした時にどうしてもその相手に対して罰が当たれとか思ってしまいます。嫌がらせをされた自分自身が相手に対して何も思わなくなると、相手のしたことが無罪放免になってしまうような気がして、ここから抜け出せません。引き寄せの法則を実践し、実際に効果を実感されているならわかるかと思って質問させてもらいました。どうか教えてください。引き寄せは潜在意識という普段使われない 90% の脳の機能を利用すると言われてます。この潜在意識をわかりやすく言い換えたものが引き寄せの法則です。潜在意識は主語を理解しないため、他人の不幸は自分の不幸を願っていることになります。人の不幸を願うと自分に返ってきます。それが引き寄せなので、憎しみ、妬み、僻み、あの人が嫌い、不幸になれなどマイナスな思いを抱くと、自分の現実に反映され、自分を嫌いに、自分が幸せから遠くなってしまいます。負の気持ちを手放したいのであれば、引き寄せの前にホーポノポノなど慈愛と呼ばれる作業が良いかと思います。嫌いな人のことがいつも頭の中にいる状態は良くない。それこそ良くないことを引き寄せちゃうよ。ここで意見を聞いてる段階で、あなた自身もうその人から解放される準備してると思うから、あと一歩だね。早く自由になれますように。ありがとうございます。ここに出会えたのも解放されるために引き寄せられたのかなと思えました。早く自由になれるように頑張ります。私が引き寄せをリアルに実感した話を。小さいことですが、20数年前、フォーウェディングという映画を見て、葬儀のシーンで朗読された詩に感動したんですね。で、原文を見たいと思って書店や図書館で探し回りました。探し始めて 1,2 ヶ月経った頃、海外に住む友人から手紙が来ました。近況報告とともに同封されていたのが、まさに私が探していた詩だったんです。望み通り英語の原文でした。彼女のお気に入りの詩だと書いてありました。もちろん私がその詩を探していたことは知りません。ついでに言うと、彼女が私に手紙をくれたのはそれ1回きりです。こんなピンポイントで望みが叶うなんて、確率にしたらどのぐらいでしょうかね。小さな出来事だけど、引き寄せを実感した話です。引き寄せではないかもしれないけど、25歳になった時、この先結婚なんてしないだろうな。31歳までに結婚してなかったら、コンプレックスの花の整形しようかななどと思ってましたが、31歳の誕生日ギリギリに結婚しました。コンプレックスの花を受け入れてくれる夫と結婚できて、毎日幸せです。願いが叶ったと過去形で書き出して、眠る前に叶った翌日の気持ちを妄想、やった、明日からどうしよう、と思いつつ、たまに書いた願いを読み返したり書き加えたり、氏神様の神社でお願いをしてました。会社が嫌だ、人間関係も嫌だ、貯金が少なくて不安だ、揉め事ばかりで辛い、自分も嫌い、自分はなんて不幸なんだろう。
そんな嫌な気持ちになっていた頃がありました。ノートに仕事を辞めて実家に帰りたい。貧乏は嫌だから貯金いくらになりたい。穏やかな毎日を送りたい。元彼と復縁がしたいけど無理なら理想の彼氏をくださいと書いて神社にお参りしました。自分はダメ人間。人が憎い。羨ましい。みんな嫌い。周りと自分を比べて落ち込む。マイナス思考でいた頃は。何もかもうまくいかず、不眠症。心療内科にかかりきりで彼氏もできずお金もなく憎しみでボロボロでした。が、2年が経ち、引き寄せを勉強してから行きたいと願うようになり、周りへの感謝。自分を大切にしようと決めたらうまくいき始め、願ってたことがすべて叶いました。人間は実現できることしか思い浮かばないし、思い描ける願望は必ず実現できると思います。心の在り方で幸せはやってきますよ。もしかして負けず嫌いとか勝ち気な人って、ある意味引き寄せに有利な性格なのかな。スポーツ選手とかインタビューとかで優勝しますとか、今日は完璧ですとか、もちろん努力してきたのもあると思うけど、はっきり言えれば言霊も味方につけてそうだなって思った。スポーツ選手や経営者も願いを書き出したりイメージトレーニングをしていますよね。ボクシングの村田選手はオリンピックで金を取りましたと書いた紙を冷蔵庫に貼って金メダル獲得。羽生結弦選手は金メダルを取ると公言して、携帯の待ち受けも金メダルで優勝。イチロー選手や石原さとみさん、中谷美紀さんもイメトレで有名ですよね。アスリートはメンタルトレーニングを欠かさないと言いますし、願いを言葉にすると叶うアファメーションという引き寄せの方法があります。過去形で書き出す方法はリストアップ。言霊って絶対あると思います。だから自分も悪口や愚痴、不平不満は口にしないようにしています。現実になると思えば怖いので、ネットにもいいことしか書きません。言霊は引き寄せと密接に関係してますね。引き寄せの法則を知ったのは10年くらい前でした。常にポジティブに考えるように、ネガティブに考えないように心がけてました。子どもの頃から漠然と将来はお金に困らない生活を送ると思ってました。実家はごく普通の一般家庭です。占いで晩婚で30歳過ぎたら運気アップとあったのですが、本当に30歳過ぎから出会いがあり、夫を紹介してもらい結婚しました。お金には困りません。学生の頃アメリカに住んでみたいなって思ってたのも、すっかり忘れた頃にアメリカ駐在になりました。カリブのリゾートに行ってみたいという希望も叶いました。欲しいものがあるなら手に入ると思っている、それだけで状況が良くなっていきますよ。嫌なこと、辛いこと、嫌な人に意識を向けるのをやめて、嬉しいこと、楽しいこと、好きな人だけに意識を向けるようにすると叶うと聞いて心がけてます。お金を増やしたくて手帳に預金額の倍の金額が貯まったと書いておいたら、半年も経たず1000万近くまで貯まりました。お金が貯まったら買いたいものを書き出して、それを使う自分を想像してました。試してみてね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。